はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は現在新型コロナウイルスが流行している世界的なパンデミック、世界的感染の状況になっていますけれども、じゃあ中国から商品を仕入れてアメリカアマゾンに売るという中国アメリカ物販、私がコンサルティングで行っているこの物販のスタイルは今後大丈夫なのかと、現在も含めて今後も大丈夫なのかということについて話させていただきます。まず答えからざっくばらんに誤解を恐れず、きつい言い方ですけど申し上げさせていただくと、特に気にしてないです。もうこれにつきます。他の言い方すれば気にしたところでどうなるのっていうのがあると思います。気にしたところでどうなるのっていうのは、別に世界的な感染を抑えられるわけでもないっていうどうなるのっていう意味と、その気にするほどそもそも打撃、具体的に何か受けてますかっていう話なんですよね。この件についてもうちょっと掘り下げて話させていただきたいと思うんですが、今回の私の言い方って正直どぎつい言い方になるかもしれないし、多くの方がね、生徒さんも含めてこのこと気にしてるのは気にしてると思うんですよ。だからこれから質問しようと思ってた方もいらっしゃると思うし、すでに何件も質問いただいています。生徒さんだったり生徒さんでない方だったりね。だからその人たち一人一人をコテンパンに批判しようとしてるわけではなくって、あくまでも私の考え方を皆さんにお伝えしたいっていう思いで、その悪意なく話しているので、その点っていうのは誤解のないようにしていただければ幸甚です。今回のようなパンデミックとは別に世界的な情勢の変化が起こった時にも同じような質問って何回も何十回も受けるんですね。今後どうなるの、大丈夫って。で、例えば最近だとトランプ政権の貿易摩擦が起きた時に、数値的なことを言えば合計にして160億ドル相当に追加関税がだいたい 25% ぐらいまでかかるっていう状況が起きたんですけど、このタイミングも今後中国アメリカ物販は大丈夫なんですかっていうふうにめちゃめちゃ聞かれたんですよね。でも答えはやっぱり一貫して同じなんです。そんな特に気にしてないし、気にしたところでどうなんのってことなんですよ。じゃあどうすればいいかっていうのは、それはだからコンサルティングなんですよ。それが私のコンサルティングなんですよ。そのトランプ政権で中米貿易摩擦が起きてるからどうだだとか、コロナウイルスによってその武漢の例えば工場もあるでしょうけど、そういうところが閉鎖されてしまって、中国でも春節を延期してるというか、実質的な営業再開を遅らせてる工場がいくつも出てるのは事実。それは事実なんだけど、そういうことも見越して私が皆さんにお伝えしてるのが私の中国アメリカ物販なんですね。具体的に話させていただきますと、例えばまずは 3,4 カテゴリーから 2,3 商品ずつちょこちょこと初回テストマーケティング出しましょうって。これなんでちょこちょこやってるかっていうと、リスクの分散なんですが、リスクの分散っていうのは2パターンの意味があります。まず1つ目っていうのは、自分は革の長財布だけで攻めてくんだっていう自分の主観だけで商材を買い付けると、それが万が一売れなかった時にもう総崩れになってしまって、リスクを排除すると同時に 3,4 カテゴリーの商品を 2,3 商品ずつちょこちょこ出すってことは、嫌が応にもいろいろな業者と関わりを持つわけじゃないですか。だから万が一中国の内部でね、何かしらの今回のパンデミックのような状況が起きて、混乱が起きて、その商材の作っている商材を製造している業者のうちどっか1個が閉鎖されてしまったとしても、残りの商材があるし、そもそもその商材はこの工場だけしか作れないものなのかっていうと、別の業者とも関わりを持っていることで、じゃあこの業者に今までお願いしてた商品をこっちの業者にお願いしようだとか、営業を普通にしているところだってたくさんあるわけですから、そっちの方に自分の生産を依頼するだとか、そういった臨機応変な対応をしていくことによっていくらでも回避できる内容なんですよね。回避できるような事例なんですよ。その点っていうのはぜひご理解いただければ幸いです。現在アメリカって何が起こってるのかご存知ですか？インフルエンザが大流行してるんですよ。で、2020年1月末の段階で1500万人が感染していて、8000人以上の死者が出てるんですよ、インフルエンザで。で、インフルエンザっていうのは毎年起こりますよね。毎年起こるインフルエンザで8000人以上が今アメリカだけで亡くなっているにもかかわらず、情報のコントロールだとか人の目線をどっちにどう向けるかっていうのを完全に我々がなんか一つの方向に、別に陰謀論を話すわけじゃないですけど、方向に向かわせられてるところがあると思うんですよ。だからこのパンデミックよりもパニックが怖いし、そのパニックよりもそのパニックがコントロールされていることにすらね、情報統制もろもろでコントロールされていることすら気づかないっていうことが怖い。まあ無知の知なんてソクラテスの言葉でありますけど、その自分が見てる情報が一番怖いものであるっていう先入観で見てるから、
誰も新型コロナウイルスのことはわーわー言ってても、インフルエンザのことわーわー言ってないじゃないですか。でもインフルエンザ真っ只中ですよ。毎年起きることなんですよ。そっちの方を気にしていないぐらいで今まで物販できていたじゃないですか。ってことはこれもそこまで気にする必要ないじゃないのかっていうのが私の考え方です。もちろん例えば皆さんが武漢の特定の工場で月1万ロット何かの商品を生産していて、で完全に独占契約を行っていて、専属工場があってもここでしか作れないと、いろいろな技術を結集させて自分の商品っていうのを作っていて、それが在庫が切れそうで、この新型コロナウイルスがおそらく SARS のことを考えると6月7月ぐらいまでは騒がれるとは思うんですけど、2002年末から2003年に起こった SARS ですね、当時の新型肺炎だから、そのことを考えると今年あと3ヶ月4ヶ月ぐらいも持たんぞと。で他の工場に今からお願いするってなっても技術を培うために1年かかっちゃうようなことがあるっていうのであれば、それなりに騒ぐというか、それなりにどうしようっていうふうに悩んでいいと思うんですけど、そもそも皆さんって、これも私も含めてなんで別に皆さん卑下してるわけじゃないですけど、わーわー言うほどの規模の物販って誰もしてないと思うんですよね。その例えばソニーだとか、もう有名な大手メーカーのような何万ロットとか何十万ロットとかの世界の話をしてないし、特定の工場でしか自分の商材を作ることができないと、自分の全商材を作ることができないというわけじゃないじゃないですか。だから一つ二つ工場が閉鎖されたところで、今実際皆さんアリババで開いてリサーチしてみたらわかると思うんですけど、別に普通にやり取りできるところってたくさんありますよね。っていうことを考えると、そもそも気にしてもしょうがないし、気にしたところでどうなるわけでもないし、自分ができる範囲でやったら問題なく物販って今でもできますよねっていう話なんですよ。要するにこういうパンデミックだとか世界的な情勢っていうのは、多くの人が話している、危惧している内容っていうのは、幽霊の正体見たり枯れ尾花って言葉がありますけど、空想や邪推なんですよ。かつそもそも依存、要するに経済が好景気だから稼げるだとか、アメリカアマゾンやったら稼げますかとか、そういう発想の人たちって、そのアメリカアマゾンという市場をやれば誰でも稼げるだとか、中国アメリカやれば誰でも稼げるっていうことを考えちゃうと、その中国にちょっとした問題、ちょっとしたって言ったらまあ失礼かもしれないですけど、問題が起きてる、混乱が起きてたらもうダメだと思っちゃうんですね。でも大切なのは、その中国から仕入れてアメリカで売るっていうのは、私が一番良いと思ってるから皆さんにお勧めしてるのは確かなんですが、このビジネスモデルそれ自体よりも、皆さんがどういうスタンスで歩んでいくかっていうことが大切なんですね。そういうことを抜きにして、じゃあアメリカもうダメなんじゃないのかと、中国商材って今ダメなんじゃないのか、いや本当にそんな規模の商売誰もしてないし、まあそれを目指したいですよ。目指したいけれども、現在そういったことで大きな痛手が起きてしまって、もうニッチもサッチもいかなくなるようなビジネスモデルを、そもそも私コンサルティングで教えてないですし、そうならないようにするためにちょこちょこといろんなカテゴリーを出しましょうねっていうふうに申し上げているわけなの で、こういったビジネスをコンサルティングのモデルとしてやってる私も、こういったことが起きても大丈夫なようにしてるわけですよ。関税が 25% 増えたって、例えば800円で仕入れたものの関税が 15% 上がるとしたら、 800×15 を行って0.15 を行っていただければわかると思うんですけど、せいぜいまあだけ120円ぐらいですよね、上がるって話。じゃあ120円の今までリザヤで商品売ってたら、その商品っていうのはゼロになっちゃうから、やっべっぞってなっちゃうかもしれないですけど、じゃあ初めから1000円リザヤを持てるようなブランド戦略をしましょうねって言ってるんですよ。だから追加関税云々で、関税が上がる下がるに関係なく、ちゃんとリザヤが取れるようにするためにブランド戦略を目指しましょうねっていうコンサルティングをやってるわけですし、コロナウイルスだろうが何だろうが、混乱が起きて取引している、例えば10の業者の1、2っていうのがダメになったと、少なくとも操業停止しただとか、再開の目処が立たないっていう状況になった時でも、何ら支障がないように、3、4カテゴリーの商品から2、3商品ずつぐらい出しましょう。いろんな業者と関わりを持ったテストマーケティングを行おうって言ってるわけなんですよ。毎回自分がコンサルティングでこうしてくださいねっていうのには、このぐらいまでは深い理由っていうのは存在してるんですが、いちいちそこまで全部説明してたら、その説明だけで1ヶ月2ヶ月経っちゃうんで、端折ってますけれども、自分がこうしてくださいねって言ってるのは、そんだけの理由くらいは当然ながらあるわけです。だから有料のコンサルティングなわけですからね。
だから自分のやり方っていうのは主張でまずは守ってやってみてくださいと。細かい理由っていうのは、貿易摩擦が起きただの、新型コロナウイルスどうこうだのっていうのが起きたタイミングではこうやって話しますけど、普段から全部は話さないですよ。話さないけれども、そんぐらい頭は使ってるんで、コンサルティングとしてお金をいただいて提供することができるような価値のある、まあ、コンサルティングという一つの商材っていうのを自分が構築してるっていう話なんです。まあ、取引先ですよね。大丈夫なのかなと思ったら、具体的に連絡していますよね。で、業者に連絡をしてみて、で、事実を確認しますよね。で、この事実を見て、大丈夫だったら大丈夫じゃないですか。で、この、例えば自分が連絡を取っている広州の工場が、すいません、ちょっと2月末までは営業再開の目処が立ってませんって言ったら、あ、だったら分かりましたって。事実を確認したんだから、それをまあ体感するわけですよね。事実ベースで体感して、あ、だったらこの商材はこっちに移そうだとか、あ、だったら代わりに新しい商品を手詰ましようだとか、具体的な行動できるじゃないですか。で、具体的な状況がないからこそ曖昧に悩んでて、曖昧に悩んでるからこそ、ジッパ人からげに物販大丈夫みたいな話になっちゃうんですよ。とにかく、物販を実際に進めてる人から受けることがほとんどない質問っていうのを結構ね、受ける場合っていうのは、往々にして具体的に何が困るかが分かってないからしてる場合っていうのが結構多い気がします。要するにですね、例えば何かを始めようと思っていろいろ悩んでる段階って、もちろんしっかりと試管していろいろなビジネスを精査しているってパターンもあると思うんですけど、往々にして私はここに書いてある通り、視聴的セルフハンディキャッピングだと思うんですね。視聴的セルフハンディキャッピングっていうのは、例えば試験当日に、あ、昨日ほとんど寝てないから徹夜で試験勉強してたから、なんか頭ぼーっとするんだよねとか言って、試験の点数がもし悪かったとしても言い訳作りができるように周りの人にわーって言うってことです。こういうのを主張的セルフハンディキャッピングって言います。お腹が痛かったから自分ちょっと今日のテストをうまくできるかわかんないんだよねって周りに言いふらすんですよ、言葉ベースで。で、言いふらして実際テストの点数悪かったら、周りの人がお前は腹痛かったからな、うまくできなくてもしょうがないよって慰めてくれるじゃないですか。そういう状況を故意的に作り出すっていうのが、この主張的セルフハンディキャッピングってものなんですけど、新型コロナウイルスの影響が、もし私があるって言ったとしますよね。で、あるって言った人が、商品リサーチやテストマーケティングを行ってみて、もしうまくいかなかったら、あ、新型コロナウイルスの影響で自分はうまくいかないんだと。本当はうまくいく物販が新型コロナウイルスのせいでうまくいかなかったんだ。中国が混乱しているからダメなんだ。みたいなことを言おうとしている気がしてね、私はすごく仕方がないんですよ。すいませんね、ほんときつい言い方してますけど。でも、だって、そんな気にする必要があるのであれば、1秒でも5秒でも気にする必要があるのであれば、1秒でも5秒でもリサーチしたり、テストマーケティングを行ったりした方がいいじゃないですか。さて、やるべきことっていうのは変わんないんですって。そういった混乱どうこう、世界的な情勢がどうこうっていうのを検討して、そういったことに対する対策も加えた上で、私ってコンサルティングを皆さんに提供させていただいているので、本当にね、こういうことでもう1秒でも5秒でも時間使うことがもったいなさすぎる。1時間とか2時間悩むのももっともったいないし、1日2日悩むのであれば、もうよく寝た方がいいですよ。体休めて、もっと頭スキッとさせて、本来やるべき商品リサーチや手詰まっていうのに進んでった方がいいです。そのポイントっていうのはね、ぜひぜひ夢忘れずに続けてください。本当にね、例えば商品リサーチがうまくいってないだとか、これから物販やろうと思ってんだけど、実はそもそもとして物販をやる、ネット物販をやるのがめちゃめちゃ怖いとか、そういう人に限ってこういったことってめちゃめちゃなんか心配して、1週間も2週間も場合によっては1ヶ月も2ヶ月も悩むんですよね。だから自分がやるやらないでメリットデメリットを考えるのはいいけれども、こういったことをネタにして迷ってる自分を正当化するのって本当ただの主張的セルフハンディキャッピングだと私は思っちゃうんですよね。アドラの三角地でお話しした通り、かわいそうな自分でも悪いあの人でもないんですよ。別の言い方すれば、もうやりたいんだけどやれない、この自分の正当性を主張するのも何かの影響でね、自分以外の誰かの影響だとか、
コロナウイルスの影響だとか中米貿易摩擦の影響だとか、それがあるから自分はやりたいことできないんだって、ある意味他者のせいにして自分を自己保身するのとか、その2面っていうのは全く意味がないことで、アドラーの三角柱、まあ心理学者アドラーの三角柱っていう言い方があるんですが、3つ目の側面である今から何ができるかっていうことを考えた方がいいんで、今からすべきことっていうのはもう物販やってるのであれば商品リサーチやテスマンすることですね。で、すでにテスマンをしていて取引先の工場がある方にとっては業者に事実を確認してどうなのかを見ればいいじゃないですか。で、事実を確認して特に問題なければ今まで通り買い付けりゃいいわけだし、連絡してみて問題があったのであれば別の業者を探すだとか、別の商材をテスマするだとか、そういった生産的な方向に進んでいけばいいだけだと私は思ってます。本当にね、今回ちょっと立て続けにというかバーッと話してしまったんですけれども、この感覚ぜひね腹に落としていただきたいんですよ、ね、だからそういった、まあ、気にしてもしゃあないじゃんっていうことと、そもそも気にするほどなんか具体的に問題起きてんの実際っていうと、皆さんいやそういうわけじゃないんですけどってなっちゃうから、じゃあ気にしなくていいじゃないですかっていうことに時間を使いすぎてる、人生の限られた時間っていうのをそういったことに使うことほど無駄なことはないと思うし、そこまで気にしなくてもいいぐらい自由に理人形変に動けるじゃないですか。いちいちなんか自分の商材を扱うのを A じゃなくて B の商材にするってことで、その役員会議開いてどこやんなきゃいけないっていう、別にでっかい企業じゃないじゃないですか。だからそこに関しては個人セラーなんだから、その個人セラーであることをちゃんと事実ベースで受け入れて、もっともっと自由に動いていく、かつ生産的なことに1秒でも5秒でも1日でも2日でも多く時間を使えるようなことを行った方がいいと思います。心配しすぎです。そこら辺っていうのはぜひご理解いただければ幸運です。